どうぞ。あ、カフェ。なんかカフェなんですか。そう、なんか昼間カフェやってて。ちょっと念願のね。はい。飲み放題。メニューもあるんですね。そう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 。まずね、こういうなんかあっさり系、鶏味系のメニューがあって、一品。自分もね、これメニュー見るの初めてなんですよね。サラダ系があっての、あ、東京名物の鶏皮、あ、唐揚げ。値段もね、値段もリーズナブルですね、本当に。そこに炒め物が来て、あ、出汁の卵の種類が多いですね。へぇあ、アヒージョが来て、串物。で、焼きラーメン。焼きラーメン、締めの一杯。あ、これもさっきね。そう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 。すね飯。ご飯系だったら、唐揚げが乗ったつね飯とか。へぇマヨスやっぱり。お姉さん、いつも入られてる方ですか？私はオーナーで、あー、そう、エルナが休みの日に入ってます。あ、やっぱエルナばっかり、毎日ね。居酒屋メニューでも結構上位に来る美味しさなんで、あれだし、この揚げ出しも美味しいです。うん。親鶏の柚子胡椒焼きです。美味しいですね、これ。お酒に合いますね、これ。迫力ありそうだけど。山椒ですか？あ、柚子胡椒です。柚子胡椒。親鶏の柚子胡椒焼きなんです。はい。すごい。唐揚げです。
すみません。前のオーナーかき氷機をどう使おうと思ってたんか分かんないですけど、買ってて、はいはいはい、で眠ってて、何か使えないかなと思って、でまあやってみるかと。すいません。はい、どうでした？いや、美味しかったですね。あとすごい、もう店員さんがね、気さくすぎるというかね。いや、これはもうね、大人気な理由分かります、ね、で昼間も昼間かき氷されてるんでね。ぜひ、またぜひぜひ。あ、でも9月いっぱい、ね、あ、そうですね、もう早く、早めにですね、早め早め。そう